大下博史は、兵庫県神戸市三宮出身のプロ野球選手、コーチ、監督、解説者、評論家。青バットの大下として、赤バットの川上哲二、物干しの藤村文夫と共に、終戦直後の日本球界を代表する存在であった。特に少年たちからの人気は絶大であり、美空ひばりと並ぶ、終戦直後の日本における国民的スターであった。 パリーグ初の首位打者を獲得、パリーグ初のベストナインも受賞している。父は3歳の時に亡くなり、少量利店を営む母が、女で一つで育て上げた。1935年には、母と共に台湾、高尾市へ移住し、高尾商業学校へ入学。高尾商では、野球部で投手としてプレーしながら、陸上競技、柔道、相撲などを掛け持ち、さらには、 文芸部の部員も務め、学業も主席で卒業するほどの秀才であった。卒業後は明治大学4日に進学し、余科卒業後は小学部に進学。1943年には選局の悪化でリーグ戦が中止となり、同年5月23日に戦前戦中では最後の対外試合となる立教戦にも出場した。当時の首相は島聖一で、 大下と島の打撃フォームの類似を指摘する説がある。同年に、学徒出陣で、埼玉県豊岡の陸軍航空士官学校を卒業し、特攻隊を志願するもま一発で終戦を迎える。終戦後は、明大小学部に復学。大下の打席での構え1945年に、明大の先輩、横沢三郎の将兵で、新設球団、セネタースに入団し、 同年11月の東西対抗戦で、戦後初となる策超本類打を放って、衝撃的なデビューを飾る。1946年に20本類打を記録。この年のリーグ本類打数は211であり、大下は、リーグ全体の本類打の1割弱を1人で打った、ことになる。本類打、シェア率は2011年に、中村豪也が抜くまで、65年間2本、記録であった。 この年の本塁打は、左翼方向への20号本塁打を除き、すべて右翼方向であり極端なプルヒッターだった。また、変化球はお手上げで、速球ばかりを強引に引っ張るために、打撃も強引になり、三振もリーグダント突の80を記録した。20号本塁打が近づくと、球場では、観客と報道陣が20号はまだかと大合唱した。大下の出現は、 敗戦に打ちひしがれた国民を狂気させ、空前絶後の本塁打ブームが起こり、当時のリーグを代表する打者であった、川上哲司でさえも本塁打狙いの打撃フォームに変えたほどである。強い頃が、バッティングの理想論とされた時代にあって、大下の登場は革命的であった。1947年のシーズンからバットに、青のラッカーを塗装し、青バットを使って、本塁打を連発。 赤バットの川上哲二とともに大ブームを起こす。1947年シーズンは、首位打者と本塁打王の2冠を獲得する。青バットは、川上の赤バットに対抗する意味で、並木道子のリンゴの歌の赤いリンゴに青い空から青い色のスプレーで、大下自身が染めていたが、バットの機能、また、塗り方が良くなかったため、ボールに塗料がついてしまい、 審判側から苦情が来たため使用を中止させられた。1948年6月10日の対中日ドラゴンズ戦では竹製のバットを使用し5打数3安打と猛打賞の活躍を見せた。木製でないバットの使用は公認野球規則違反であり、そのことが発覚して罰金100円を支払った。なお、日本プロ野球では違反バットが発覚しても注意か。 使用禁止で終わっており、実際に処分が下ったのは、これが唯一の例である。1949年8月18日に、札幌市援山球場で日本プロ野球最長とも言われる、推定飛距離170メートルの本塁打を放つ。同年11月19日の対大,大要戦で、日本プロ野球史上唯一の延長なしでの1試合、7打数7安打を記録。 1951年には当時の最高記録である打率383で首位打者と本塁打王の2冠を獲得した。同年のリーグ2位は影山和夫の打率3万1463でありリーグ2位との打率差。068543は日本プロ野球歴代1位の記録である。大下の母親はヒロポン中毒に苦しんでおり、 球団から前借りした金額は膨大なもので、かなりの部分が母親への薬代に消えていったと言われている。球団との金銭面でのトラブルが元で確執が生まれ、1952年には周囲を巻き込んだ対談騒動となり、シーズン開始後にシテツライオンズにトレード移籍する。移籍後に、後楽園球場の投球ファンから受けたヤジに対し、大下は出塁した一類以上で、 観客席に向かって頭をペコリと下げ、これには投球ファンも黙るしかなかった。また、平和大事件の際、暴行を受けて血まみれになりつつも、観客を制止しようとした行動が称えられ、野口正明と共に連名表彰を受賞する。なお、大下のトレード相手だった深見康博は25本の本塁打を記録して、本塁打王となり、プロ野球史上唯一の、 二チームに在籍した本塁打王となっている。1954年、ラリーレインズに次ぐリーグ2位の打率321を残してチームの優勝に貢献しシーズン MVP を獲得。西鉄は1956年から1958年、水原茂監督率いる巨人相手に日本シリーズ3連覇を達成する。大下は4番打者として稲尾和久。 中西太とし、豊田康光らと西鉄の黄金時代を築き上げた。1959年に現役引退。現役当時の背番号は、セネタース時代以来一貫して、3であった。この番号は、西鉄ライオンズでは一時決番であったが、後日の東映フライヤーズの監督就任後、中日から移籍した、広野伊が9年ぶりに、背番号3をつけている。引退後は、 NHK 大阪放送局解説者、スポーツ日本評論家を経て、阪急ブレーブス一軍打撃コーチを務めたが、一年で解任。二年契約だったので、技術顧問の肩書きで1962年も球団に残ったが、全くの窓際扱いで、時にはお茶組などの雑用もこなしていたという。その後は、関西テレビ富士テレビ解説者、産 k スポーツ評論家を務め、 青田のボルト高楽園ホテルのテレビ CM にも出演した。1968年、東急の後ろ身である東映の監督に就任。監督時代は、サインなし、罰金なし、門限なしの三無主義を打ち出したが、再開に沈みシーズン途中で辞任。飯島茂谷二軍監督が監督代行となった。初代、ミスタータイガースの藤村文雄は、 一軍打撃コーチだった。当時は選手をさん付けで呼んだり、使わなかった選手に申し訳なかったと謝ったりなど、人の良さからペーソスを誘う存在となっていた。手法の張本勲が水原茂前監督の審判と目されていたため、ハリさん、協力してくれと、しばしば懇願していた。しかし、協力しないというのは誤解と曖昧な言葉しか返って来なかったため、 長本の目の前で脇差しを抜き、自らの腕の動脈を切ってみせ、私の気持ちだ。分かってくれ。と叫ぶという騒ぎを起こした。長本は後に、実著で、大下さんは、純粋無垢綺麗すぎた。言うなれば、監督になってはいけない人だったと述べている。ただし、大下東映監督の栄光の背番号んの姿は、野球場に来るファンには大人気だった。その後は、 t b 系解説者を経て、1974年から1975年まで、太陽ホエールズの一軍打撃コーチを務め、長崎慶一、山下大輔ら若手を一流選手に育てた。当時、大下夫妻は、東京と世田谷区共同に住んでいたが、太陽退団後は、野球の盛んな千葉県の地をに、入り、千葉市稲毛遠征のマンション、丸にファミールハイツに移り住んだ。 プロ野球界から身を退いた後は、少年野球の発展に努め、自身のマンション群に住む子供たちを集め、千葉ファミリールズ監督として、甲子園球児を多く育てた。その後も、少年野球チーム、大下フライヤーズ監督、富士テレビの女子野球チームニューヤンキース監督、横浜市の本目リトルリーグ監督などを歴任する。1978年6月、 東京都墨田公園のグラウンドで少年野球を指導中に倒れ、数日自宅で静養したが、国立千葉病院に入院。脳血栓と診断される。左半身麻痺の後遺症が残り、伊沢温泉などで懸命にリハビリに取り組んだが、麻痺は残り手足が不自由となり、自宅療養生活になる。1979年5月23日早朝。 脳血栓の療養中に生去。五56歳没。改名は自給院青田、高公文庫児。成去翌年の1980年に小鶴誠、千葉茂と共に野球殿堂入り。成去当時は脳血栓の後遺症による心筋拘束が死因と報道されたが、後に致死量の睡眠薬を自らのみ事実上の自殺を図ったことが、 ヘンミジュン役は原稲都氏の著書によって明らかにされている。その詩は5月23日の勇敢一般資格詩に大きく報じられ、ミソひばり、笠木シズコ、赤バットの川上哲二と共に戦後復興のシンボルとなったスーパースターの詩をいたんだ。墓所は千葉市若葉区にある千葉市へ平和公園。墓碑にはたまに行き、たまに純住、下放者青バット大下博史と刻まれている。 大下が表紙を飾ったベースボールマガジン創刊号愛称は打球を簡単にポンポン飛ばすことからポンちゃん。男前のルックスで女性にもよくモテた。柔らかいフォームから美しい虹を描くような本類だを量産し、伝統球団に所属していた川上を上回る人気を獲得した。悪友は少年にとって神はたくさんいたが、終戦直後、本当の神は、 ミソラヒバリと、大下博史だったと述べている。また、野球雑誌、ベースボールマガジンの総刊号の表紙を飾った、選手である。合法な性格で、私生活でも多くのエピソードが知られている。馴染みの置屋には、大下のバットが常時置いてあり、早朝バットを振っていた、との伝説の類もある。表向きはあまり練習もせず練習嫌いとも言われて、いたが、三原の長所、 風雲の奇跡によれば、三原は、大下の手のひらを見て、影で練習することを知っていたようである。後年、三原が、本人に問いただしたところ、その事実を認めたが、それは大下が亡くなる、直前のことであった。その三原によれば、プロ野球から打者を五人選ぶとすれば、大、大下、川上、中西、長島。三人に絞るとすれば、大下、中西。 長島。一人選ぶとすれば、大下であるという。大下本人や西鉄選手との遊郭をめぐる、エピソードにはことか,かないが、大下の妻は、小遣いと別に、素人に手を出さないことを条件に、整理休課題を渡していた。大下が増額をねだると、何を言っているんですか。必要な場合は、私が出前出張しますと言って手を叩たいたという。毎晩のように遊び歩き、 また、口述のように面倒見の良い性格で金が手元に残らなかったらしく、母親もヒロポン中毒に苦しんでいたために、西鉄球団に莫大な前借りをしていたと言われる。西鉄時代は、若手選手の面倒見が良く、河村久文と八郎事業を自宅に下宿させていた。大下は、河村と八郎からは食費さえ取らなかったが、遊びもしないと、 ストレスが溜まるということで大下の妻も交えた賭博を行っていたため、いつも負けてばかりの二人は大下夫妻にお金を巻き上げられていた。もっとも大下の妻はこの金をそれぞれの名義で貯金しており、二人が下宿を去る際にはそれぞれにこの預金の通帳を渡したという。そのことを知った二人は感動して、それまで以上に野球に打ち込み、西鉄初優勝に 河村はエースとして、八郎はムードメーカーとして、それぞれ重要な役割を果たした。こうした奔放な大人の遊びの一方、子供が大好きで、西鉄時代は平和大球場でのデーゲーム終了後、帰宅する大下の後をはしゃぎながらついていく子供たちの姿が目撃されている。大下は普段から自宅を子供たちのために開放しており、 宿題を終えた子供たちに野球を教えたり、また夏にはキャンプを行ったりしていたという。大下の妻いわく、本人が大きな子供のようでした。大下自身は日記に以下のように記している。主語であるとされ、七打数七安打の時は徹夜で飲んだ後に打ったと言われた。ボールがいくつも見えたという本人、段と共に長く、それが真実と思われていたが、本人は否定していた。 実際のところの大下の狩猟はビール一本程度であったという。東急から西鉄へ移籍後しばらくして母親を東京から呼び寄せ、福岡の病院に入院させたことで病院の中に医師を中心とした大下博司講演会ができた。次元の大下博士日記、弓道、つれずれ草ではこの時のことについてファンというものは本当にありがたいものである。病中でありながら 私たちのことに関心を持ってくださるファンあっての、私であることを深く明記すべきである。大人は元より3歳の同時たりとも、おろそかにすべきでない、母のために貧乏することは本望かもしれぬ。今日まで大きくしていただいた恩義に比べれば、まだまだこのような苦しみぐらひ軽いもの。もうすぐ退院のはず。一緒に住める日も近いと書いている。筆まめで、著書、大下広日記。 弓道、つれずれ草は、休会には、珍しい、ゴーストライターを使っていない純然たる辞書である。原稿は巻紙に、毛筆で仕立た,ためていた。文語帳で、休会や、自身の出来事を綴っている。川上哲次に対してのむき出しのライバル意識、共感、そして感謝の言葉が多く出てくる。これまで、原本の公開はされていなかったが、2012年に、 福岡ヤフージャパンドーム内の大貞春ベースボールミュージアムで開催された九州の野球歴史展で初めて原本が一般に公開された。次女は太陽光地時代の教え子であった長崎慶一と結婚したが後に離婚している。節目の記録その他の記録解説者としての出演番組テレビ CM ありがとうございます。